こんにちは、マニコです。ご視聴ありがとうございます。今日はルノルマンカードとタロットを使って、これから訪れる変化についてリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のテーマなんですけれども、こちらのコウノトリですね。コウノトリから、テーマを決めました。ルノルマンカードからですね、そのカードから象徴する意味を、いろいろとね拾って、それを順番にやっていこうかなと、今のところそんな風に考えています。で、今日のね選択肢なんですけれども、これ別に偶然出たわけじゃなくて、 ただ単に1番2番3番という風に数字で選んだので、特に深い意味は、考えずに、どれかお一つお選びください。いつものように前半ルノルマンで現状を見て、後半タロットでアドバイスなどを、メッセージもらうという感じにしていきますので、複数迷われる場合は、前半のルノルマンを見てお決めいただくといいと思います。では少々お時間取ります。決まりになりましたでしょうか。左から順番にリーディングしていきます。1番お選びいただいた皆様のリーディングになります。では1番の方のこれから変化していくことを見ていきます。現状のルノルマンですね、これを見た感じだと全体的にポジティブなカードがね周りをぐるっと囲ってるんですよね。中心が、今回のキーカードになるコウノトリですね。でね、恋愛をね、まず見ていきたいんですけれども、淑女、その隣がクマで、ここが騎士ですね。これ出会いとか、そうですね、この方がね、お相手とするとね、クマさんですよね。包容力のある方で、騎士、新しい出会いも指したりするんですけど、これね、なんかこの今回この家も出てるんで、同郷の方、すでにもうお知り合いではあったけど関係が変わる、そういう風にもね取れるんですよね。で、今までお知り合いではあったけど、初めてこういうねクマさんのような一面をね知ったとかね、それで関係が変わる、お気持ちが変わって二人の関係が変わる、そんな感じにも取れますね。で、月が出てるんで、月はロマンスも示しますから、星が希望とか願望とか目標、そんな感じですけど、ここ太陽が成功を表しますね。天体のねポジカードが3枚もね出てるんですよね。で、恋愛に関してはかなりいい感じに見えますね。直接的なハートとか指輪がないのでね、形として何かしっかりとしたものを築くっていう段階じゃなくて、恋の始まりみたいなね、そんな感じのような気がしますね。ですね、なんだっけ、月と、星と太陽、この3つですね。このもしかしたら同郷の方、すでにお知り合いだったかもしれない方と何かがきっかけとなって、関係が変わって、恋に発展する、それはとても理想的な関係、妥協する感じじゃなくって、とってもね、幸せいっぱいと
太陽はね、いろいろ、そう、ポジティブな要素をいろいろ表すんで、これだけでも出会いっていう感じもするんですよね。だから、もしね、こういうお知り合いではなかったとしても、全くね、別の遠方からやってきた人とね、知り合うとかね、そういう可能性もありますね。でね、その恋に変化がまず一段階で、第二段階、その恋が安定していく、とても理想的な関係、もしかしたらその将来のね、約束もね、なさるかもしれないですね。すぐにね、ハートとか、指輪がないんでね、すぐにその結果に結びつくっていう感じではないかもしれないですけど、今この変化の段階ですね、まさに今回のテーマに、ぴったりくるかなっていう感じですね。ここまでね、囲っちゃうとね、ただね、こう変化していくだけじゃなく、それ一旦ね、安定するっていう形でね、あるのでね、とてもね、ふわふわした関係ではなくね、もう本当にね、理想的だなっていうお相手でも、お二人の関係自体はとても安定したものにね、なっていくのではないかと、そのように、カードからは読むことができると思います。で、お仕事ですね。お仕事に関してですけれども、怒り、これもお仕事を指すんですけれども、なんかね、人気が関係ある流行かな、そういう商売なのかな。ここだと在宅のお仕事っていう感じですけど、スピード感、なんかね、これ富とか資産も表したりするんですよね。そう、お仕事の内容としても、こうとてもね、ご本人からすると理想的なもの、それを、なんかものすごい一生懸命頑張ってるのかな。師となる方かもしれないですね。上司も表したりするんでね、お手本となる方でもいいですね。そういう方と一緒にお仕事されるのかな。で、なかなかね、スピード感がある感じで発展していくようにね、見えるんですよね。で、ここですね、その人気とか流行にちょっと左右されるような分野ですかね。芸術性も表すのでね、でもそういう感じのお仕事なんだけど、安定していく、そんな感じなんですよね。ここ何の業種かはね、ちょっとわからないですけれども。で、星ですね、高い目標とかが、実って安定していくのかな、かなってか、成功の太陽ですよね。なんかね、一旦ここでね、安定するけど、太陽なのでね、まだまだの伸びる感じ、まだまだ成長していくっていう感じの仕事なんですかね。業界的にそうなのか、あなたのね、勤められてる、お勤めを表すんでね、勤めてるところがそうなのかね。なんかね、まだまだ伸びる余地があるみたいなね、そんな感じにも取れますよね。なんかここを誰かから受け継ぐみたいなね、まあ例えば親とかね、そういう受け継ぐ事業っていう風にもね、取れるみたいなんですよね。で、騎士って情報とか、何かお仕事上の情報を得るとか、基盤を築くとか、そういうことにも取れるんですよね。で、騎士って交通を表すみたいなんですけれども、なんか流通業っていう感じじゃないんで、これ情報のトラフィックっていう風にもね、考えられるのかなっていう風にね、思うんですよ。
だからね、多分今のご時世ね、皆さん家にこもってらっしゃる機会が多いと思うんでね、オンライン上での何かですかね、主にコンテンツを扱うような感じとか、まあまたはね、ファッション系だと通販とかですよね。あとなんかスタイリストさんがね、今まではタレントさんなんかにね、専属でついたりとかね、そういうお仕事なのかなって思ってたんですけれども、今ってクローゼットの中身をね、見てもらって、手持ちの服でね、まあ、1週間分とかコーディネートをねしてもらったりとかね、プロのスタイリストさんにですね、そういうことをねされてるのがあるらしいんですよね。利用された方はいらっしゃいますかね。オンライン上でね、あんまりね、先行投資もいらずにできたりとかね、アイデア次第でいろんなことがねできますよね。特に、まあ、巣ごもり需要なんてね言われましたけど、今そういうご時世なんでね、今までの仕事がねまた変化してさらに発展していく、そういうふうにもね見えますよね。でね、前回の動画かなんかで一旦終わってみたいなね、結果が出た選択肢があったんですけれども、これ見た感じそういうんじゃないんですよね。今あるものがさらに発展して、まず第1段階目の変化が、人気が出る、そして、それが安定する、一旦安定してさらに、また変化していく段階として、ご自身の目標とか会社の目標ですよね、それが達成されてさらなる成長へ、そんな感じにね見えるんですよね。なんかすごく明るいしいいですよね。で、恋愛でちょっとね付け足したいんですけど、ご結婚されてる方とかね、そういう方の場合ですよね、なんかねお家の安定感っていうかね、大黒柱で、世帯主みたいな感じですかね。なんかね、投資とか資産っていう意味もあるんでね、世帯のね状況がとっても安定していくようなね、そんな感じに見えますよね。やっぱりね、恋愛信頼関係っていうのもねもちろん、大事ですけど、既婚者の場合はお家をね、切り盛りしていくっていうことがねやっぱりとても重要なのでね。で、コウノトリね、お子さんもね望まれてる場合はね、コウノトリがねそれを象徴することもありますからね、何かねこう望まれるようなね結果が出てくるといいかなと思いますけど、確約する感じのカードはないんですけど、希望に満ちてますよね。だからね、そうですね、家庭も非常に安定と、希望もあって安定もある、そんな感じですかね。もしね、資産運用なんかの場合はいい情報が得られるみたいな感じもありますよね。だからそうですね、あんまりねリスクのあるものはちょっとどうかなと思いますけど、安定のね怒りがあるのでね、もしそういう話があったら、安定するような分野をねちょっと探して投資してみるとかもねありなのかもしれないですね。あと普通に人間関係みたいにね見たいんですけど、特にこれご自身っていうよりも女性っていう風にすると、リーダー格とか姉御肌の女性ですかね、そういう方とのご縁ですかね。なんかね、特にこうグループとしてっていう感じではなくて、そういう方ともしお知り合いになるとかね、もともとお知り合いだったとしても、何かきっかけでね、ちょっとしたきっかけで個人的なお話とかねする機会に恵まれたりして、ちょっとね親しくなってみたりとかね、そういうねところからなんかとても楽しいこととかね、有益な話とかを聞かせていただくとかね、
そんなこともあるかもしれないですね。なんかね、集団としての感じはね、特に見えないですけれども、そういう方とね、なんか知り合う機会があったら、ちょっとお話ししてみるといいかなって思いますね。とてもね、なんかね、いい刺激になるんじゃないかなと、そのように思いますね。変化としてね、こう中心にね、コウノトリを置いてるんでね、変化前提ですけれども、そんなにね、いろいろね、一度にガラッと変わられてもちょっとね、困っちゃうんでね、ここに安定のアンカーがね、怒りが出てるっていうのがね、なかなかこう地に足がついてる感じでね、いいんじゃないかなと思いますね。タロットの方ではね、そうですね。特にこれっていう問題がなさそうなので、人間関係はね、そんなに特に見る感じではないですけど、総合的なものとして1枚引いて、そこに人間関係入ってくるかどうかっていう感じですね。はい。では、タロットは恋愛、お仕事、総合っていう形で引いてみます。左から恋愛、ワンドのクイーン、お仕事、ワンドのキュー、総合が大アルカナの陰者ですね。恋愛のワンドのクイーンなんですけど、これね、魅力的な女性を表したりするんですけれども、ワンドってこう情熱とかのね、スートなんで、もう恋愛っていうとね、身も心も焦がすようなっていう感じのね、情熱的なね、恋愛とかね、そういう感じみたいなんですよね。でね、ワンドのクイーンってすごく頼られる女性、人望から頼られる感じの人っていうね、カードなので、さっきね、ルノルマンで淑女の隣にクマさん出てたのでね、この2つをね、合わせると、その姉御肌とかね、そういう女性をね、指す場合があるんですけど、このワンドのクイーンも割とそんな感じにね、取れるかなと思うんですよね。だからね、恋愛に関してのところでそれが出てるので、さっきのそのね、姉御肌っていうのがね、女性を指す場合としてそうっていう感じなので、もしご覧いただいてる方がね、男性の方でしたら、頼りになる方、そのまんまっていう感じ、クマさんのまんまって感じですね。そんな感じですけど、ちょっとね、あえてこれを出してくるっていうことは、女性性をね、強調したいのかなと思うんですよね。だから皇帝とかでもね、本来いいはずのところをワンドのクイーンを出してくるっていうことなんでね、やっぱりね、そういうね、ところもあるんだけど、しっかりもあるんだけど、情熱が勝っている、そんな感じですかね。とても魅力的な感じでね、もうわって盛り上がる恋愛だけど、安定感もあるようなね、そんな感じの、そうですね、ふわふわした感じがないのに情熱を傾けられるっていうのが、なんかすごいいいですよね。とっても羨ましい感じの恋なのかなと思いますね。ご結婚されてる方もね、ずっとね、フレッシュな感じの気持ちが続いてるけど、関係とかね、ご家庭のね、状況なんかはちゃんと安定していく。もう本当に理想的な感じですよね。でね、お仕事がね、なんかね、ちょっとワンドの Q なんですよね。ワンドの Q って戦いの後でお疲れな感じのね、カードなんですよね。このデッキだと、なんかちょっと怖い感じですね。これね、全く関係ないですけど、これを何て言うかっていうのでね、世代が分かれるっていうのなんかありましたよね。今はスカルっていうんですかね。スカルがいっぱい。そんな感じで、これどういう状況なんですかね。おとぎ話のね、ワンシーンを切り取ってるらしいんですけどね。
なんかね、この絵とはちょっと結びつかないかもしれないんですけれども、これお仕事でね出てるんでね、なんかね割とね困難とかにね備えるっていうかね、こう備えあれば憂いなしじゃないですけど、これねもう一度戦ってお疲れのところにまだまだ警戒を怠らないでいるっていうね、気を緩めないんですよね。こうもう終わってるんだけどまだまだっていうね、そこでね最後の最後に気を抜かないっていうね、すごくいいっちゃいいカードなんですよね。絵の方はねこんな感じですけど、だからねさっきルノルマンの方でいかにも順調っていう感じがね出てましたけど、状況としては順調だけれども、やっぱりそこに至るまでにはね、気を引き締めてね、常にね、困難やねトラブルに備えておく、最悪の事態を想定するみたいなね感じでキーワードも当てられたりするんですけど、とにかくね入念にね準備とか警戒とかね、もうあらゆるね想定されることは想定して対応しておく、そういうまあもしね業界的にライバルがねいらっしゃるんでしたら、そういうライバルのこともね情報を仕入れたりしてね、とにかく警戒してきちんと対策をする、そういう影のね見えないところの努力が実を結んで、そういうね成功に導かれている、そんな感じがしますね。まあだからやっぱり今までもそうしてこられたんですかね、これからもねそれを続けるような感じですかね。いくら状況が変わっても基本的に大切なやることは変わらない、そんな感じなんですかね。で全体として全体運みたいな感じで引いたのが忍者ですね。これですね、ここちょっと人間関係としてみるとね、例えばお友達ですかね、なんかね昔からのお友達とかね、さっきルノルマンで、家のねカード出てましたけど、まああれをね恋愛と見ないでお友達としてみると、同郷の人でね、学生の頃はそんな話したことなかったけど、なんか同窓会とかね、まあ今だったら SNS とかでね、そういう卒業生とかね、同郷の人とかのコミュニティに入ったりしたら、今までね知り合いではいたけどそんなに親しくなかったけど、今話してみたらなんかこの人面白いじゃんっていうことねあったりすると思うんですよね。そんな感じのコウノトリを介した家と騎士のカードっていう感じにね捉えると、なんかね昔のねイメージとちょっと違うけど、でも昔からそういう夢は持ってたんだなっていう、そういう部分が、お互いにね知れたりして、ここへ来てね急に親しくなったりしてね、でねその当時はそんなに仲良くなかったとしても、やっぱりね昔を知ってる仲間ってその瞬間に戻ったりすると思うんですよね。だから昔のまんまの感覚に戻れる、なおかつフレッシュな感じで交流がねできる、そんなねお友達がね、いらっしゃるかもしれないんでね、大人になってからまたね新たな関係を築くとね、一生もののお友達かなっていう気もしますよね。で昔ってね学校にねいたような頃っていつも一緒にいるっていうのがお友達のね感じだったと思うんですけど、社会に出たりするとめったに会わないんだけど、たまにしか連絡しないんだけど、でもなんかお互いのことを気にかけたりとかね、そうやってね細々と関係って続いたりしますよね。で本当にねたまにしか会わないけど、会ったらやっぱり瞬時にその昔に戻るみたいなね感覚としてね、そういう感じでねこれからもねいい交流ができるんじゃないかなと、はい、そのようにね見えますね。でこれ総合っていう形でね、引いたんでね、他にも絡めてちょっと
見てみると、さっき同居の人とね、何かをきっかけで関係が変わってお付き合いに発展するみたいなね、そういう感じに見えるっていうね、ルノルマンでねお話ししましたけど、もしねあなたの方がずっとその方をね実は憧れてたとかね、まあ逆もあるかもしれないですね、あなたのことを、憧れてたとかね、長い間そういうふうに思ってたけど、まさかねその時の気持ちがね蘇ってくるなんてみたいなね、そういうドラマのようなね感じなのかもしれないですね。情熱的なワンドとね、この割と性に対して銅っていう感じでね、銅がワンドですね、こっちが性の方ですね、ハーミットがね、そういう感じでね、なかなかバランスの取れた感じのカードがね出てきてるんじゃないかなと思いますね。なんかね、まあこう結構突き詰める感じのカードなのでね、忍者はね、お仕事にしろ恋愛にしろね、自分のね、信念みたいなね、そういうものがあればそこを突き詰めていくとかね、そういうね理想をね追い求めてそこをね掘り下げていくみたいなね、そういう感じにも見えますね。でも決してふわふわした感じじゃないのでね、さっきのルノルマンでもね安定を示すようなねカードも出てましたしね、ぜひね、今のまんまですね、続けていただきたいなとそのように思いますね。特に自分を変えなきゃいけないとかね、そういうことはないですし、環境を変えろっていう感じでも出てなかったんでね、まあ家を引っ越しと捉えるとね、ホームグラウンドを移すって考えるとそういう可能性もあるかもしれないですけれども、特にね必要に迫られてる感はなかったんでね、やっぱり関係とかね状況が変わるっていう方がねメインなんじゃないかなと思いますね。いろいろ変わったとしても今までねやってきたことが実を結んでるんで、そういう大事なことは、今までのことを踏襲してやっていくみたいなね、そんな感じのメッセージだと思いますね。はい、では以上になります。ご視聴ありがとうございました。2番をお選びいただいた皆様のリーディングになります。今回のこのコウノトリの変化ですね、キーカードテーマですね、これに関することで恋愛とかお仕事とかね人間関係とか見ていこうかなと思うんですけれども、まず全体的にねサクッとちょっと、見ていくと、最初が鎌なんですよね。何かが終わったりする、で周りがポジティブだったりするとね、それに対する収穫みたいなね形になるらしいんですけれども、ポジティブなカード、ここに思いっきりポジティブなのがありますけれども、ここね直接的にはねどっちとも言えないカードなんでね、例えばこの何かが終わるとかね、ある意味変化ですよね。で、その隣が高い目標とか障害とかね、そういうものを表す山と、家ですね。ここは、こう見ると安定する感じのものかな。そういう感じで見るのかな。何かかつて続けられてきたことなのかな。それまでの価値観なのかな。何かがこうね、終わって、何か急に終わって、きっとねちょっと、壁にぶち当たった時に今までの常識みたいな自分の中のね、長年培ってきたものの中の常識がちょっとね、壁によってね阻まれて、これじゃダメなのみたいなね、どういう出来事があったんですかね。でね、それを乗り越えないとその安定は得られない。そういうふうにね、今ざっくりと見ていくとね、そんな感じで、ここをこう縦に見るとですね、その、今まで常識だと思っていたこととかね、やってきたことがね、ちょっと否定されたようなね、感じがしましたけれども、
何かね、その自分が知らなかったことを知る、あ、それってそういうことだったんだみたいなね、なんで今まで知らなかったんだろうみたいなね、そういうことが起こって、新たなね希望とか目標が見えてくる、そういう風なね流れなのかなと思いますね。こっち軸だと、あなたが表面的にね、今感じてらっしゃることとか、第三者から見てのね、印象とかね、そんな感じで、見ていくと、なんかね大変そうだね、不安定だよね、大丈夫かなって一見そう見えるんですけれども、あなたご自身は非常にワクワクしてるんじゃないかなと、この変化にね。で、心の奥底でですね、星と月、鳥ですね、なんかねいろいろね、あの知識や情報を吸収してですね、新たな目標や希望、そういったものをね、胸を躍らせながら今こう噛み締めているみたいなね、そういう感じにね、まあざっくり見ると見えるんですね。でここが縦軸だと家とクローバーと、なんかねやっぱりねこの、活動の拠点とかご家庭とかね、そういうふうに見てもなんかねこう今までちょっとこう常識を覆されたような感じがしたけど、これから非常にねその新たな発見もあって、それがね非常に幸運のように感じて発展していくようなね気がしますね。太陽じゃないから実際にね手にしたところじゃなくて、これからの希望みたいな感じですけどね。で、恋愛ってみた場合ですね、その過去のお付き合いしていた人なのかな、何かちょっとね、運命の人じゃなかったっていうちょっと諦めのようなね感じがして、自分には安定した関係は無理なのかなってね、そんな風に思ってた瞬間がねあったかもしれないんですけれども、でもね世の中ね見渡してみるとね、もっといろんな人がいると、それまでね見てきた、お付き合いしてきた、まあ、長くお付き合いしてきたね一人の人とね長くお付き合いしてきたとかだとね、なおさらなのかもしれないですけど、自分がねそれが当たり前だと思っていたことが世間一般からするとそうでもなかったっていうこともねあるんですよね。だから、もっと視野を広げてね、ご自身がいろんなものを吸収して変化していく、そういったところにその先にですね、とても、幸せな出来事が待ち受けているようなね、そんな風に見えるんでね、直接的に出会いっていう示すものではないんですけれども、突発的なね幸運、棚ぼたのようなそういうこともね表すクローバーなのでね、ただねこれ短期的な感じがちょっとしちゃうんでね、この先ずっと続くかっていうとその後の努力次第って感じがするんですけど、なんかねちょっといい出会いは一瞬あるかもしれないですね。でそれをねいかにこう広げていくかっていうのはまたねちょっと別の話なんですけど、そうですね、なんかねやっぱ知識や情報をね、仕入れること、そしてそれを分析することですかね、そういうことにね非常にね、月があるというかね、そういうところからいろんなものがねこう変化していくようなね気がしますね。今まで仕入れることができなかった情報とかもですね、視点を変えることでね可能になってくるかもしれないんでね、もし何かね終わったりね急にね打ち切られたとかね、ショックなね衝撃を伴うことがあったとしても、それは、前向きな気持ちでね、挑まれていけばいい結果に結びつく、そんな感じなんですかね。
お仕事とかはどうなのかな。なんか高い目標と理想みたいなね、感じですよね。これ、障害もでもありますけど、高い目標っていう感じでね、受け取ることできるんでね。やっぱりね、知識やスキルを磨く、そういうことですかね。お仕事も恋愛も、視点を変えるっていうことですかね。今回のテーマで沿っていくと、そういうことになりそうですね。対人関係はどうなのかな。これがね、なんか地元とかのね、お友達とかっていうふうにね、見ると、ちょっと疎遠になってたかもしれないですね。まあ、例のウイルスのせいでね、あんまり人にね、会わなかったりね、そういうこともあるんですかね。でもね、あなたはね、ここにね、鳥が出てますからね、情報の収集とか自分からの発信なんかもね、きっと得意だと思うんでね、直接会えなかったとしてもね、SNS とかね、まあ、ネットワークを介していろいろとね、交流やね、情報をね、発信するとかね、自ら、そういうことをされるといいんじゃないかなと思います。これといってね、なんかね、悪いこともないんですよね。なんかここネガな感じはしますけど、組み合わせによってね、全然ね、これがあったからこそのこれなんだみたいなね、そういう結果になりますからね。だからね、その時気づいてなくても、後になって、あ、これ悪い習慣だったんだなとかね、そういうこともありますからね。悪いものはね、切り捨てていく。そうした先に何かね、希望がね、見えてくるみたいなね。ただね、その渦中にいる時って気がつかないものじゃないかなと思うんですよね。それが当たり前になっちゃってるとですね、他の要素とかね、考えもつかないみたいなね。でも強制終了されると、否応なしに新しいことを、別の分野のことを考えることになりますからね。それがとてもね、やっぱりね、その経験をするかしないかでね、この先の人生がかなり変わってきますよね。もうできればそういうのって早いうちに体験した方がね、あんまり年取ってからそれやられると本当にね、潰しが効かなくなるんでね、だから若いうちの苦労というかね、そういうことをね、どんどん体験して幸せに結びつけていただきたいなと。特に特定の感じのね、恋愛なんかだとね、特定の、状況なんかはね、見えてこないんですけれども、やっぱりね、ご自身がね、こう、学びと情報収集、それから発信ですね。そういうことにね、何しろ月があるみたいなのでね、そういうことをね、積極的にやっていくとね、お仕事や恋愛全部ね、含めてね、いろいろな面でね、活用できると思うんでね。まあ、あんまり自分から発信するっていう感じじゃなかったとしてもね、情報収集とかね、ぜひね、活用していただきたいなと思いますね。そんな中で、また新たなね、才能とかね、まあ、ロマンスとかね、そういうことも、あるかもしれないんでね。結構安定感な家に対して、このクローバー、お仕事と考えると、なんかこう、ちょっとね、ギャンブル的な要素が絡んでくるんですよね、クローバーってね。いつもと違うことみたいな感じなんですかね。視点を変えたその先っていうことなんですかね。ちょっとリスクがありそうなこともね、今までだったら避けていたかもしれないことはね、すぐにね、やれっていうわけじゃないと思うんですけどね、それをね、検討する、今までだったら考えるまでもないわっていう感じでね、避けてきたことも一応検討してみる、検証してみるっていうかね、そういうことも大事になってくるんですかね。でね、もし悪いことだったら、その何が悪いのかっていうのを見ることによってね、じゃあ逆にどうすればいいかっていうのがね、見えてくる時あるんでね、やっぱりね、視点を変えてみるっていうことの重要性を言われてるような気がしますね、こう考えるとね。だからね、ちょっと出会いがあるのかな。ご結婚
婚されている方とかはね、なんかちょっとネガな見方をすると家族の中の秘密を知ってしまうとかね。でもね、それ悪い秘密ではなさそうな感じですよね。結構ね、あんまり今まで壁となるものがあって会話が弾まなかった、それがね、何かきっかけでこれですよね。そこからポツポツ話すようになって、まあお子さんがいらっしゃる方とかね、そういうところから少し交流が復活するとかね。まあ配偶者の方もそうですよね。長年一緒にいたりするとね、あんまりこう言わなくてもわかるだろうみたいな感じになってきたところを、あえてね、ちょっと話し合ってみたら、あれ、なんか共有してる部分は確かにあるけど、ちょっと視点が違ったとかね、そういうことあるかもしれないんでね、新しい発見っていうかね、そういう感じがまたね、さらなる発展とかをね、呼ぶのかなと思いますね。なんかね、もう幸せなカードが出てるんでね、ここをやっぱりね、この今までね、何かご苦労されてきた感じが出てるんですかね。その分幸せになってほしいなっていう感じですよね。ポジティブなカードも切り出てますしね。はい、そのような感じですね。なのでね、2番さんはお仕事どうなんだろうね。まあなんか転機は来てるんでしょうねっていう感じなんだよね。今までの常識から変わってしまったって感じで考えると、そのお仕事の、これから先ね、この状況が変わった中で、知識を得たり情報を得たりするのが大事っていうのは分かったけど、じゃあ、それをね、続けてって果たしてどうなるかみたいなね、未来の将来の展望っていうかね、そういうことを一枚ね、お仕事と恋愛かな、恋愛もそうかな、お仕事恋愛、総合として家庭とか対人とかですね、そういう感じで3つタロットで、聞いてみたいと思います。ですね、なんかいつも恋愛からスタートするところを、今日ね、カードを置くときに、ここね、仕事、恋愛、総合みたいな感じでね、置いたんですよね。なので、ちょっといつもここ恋愛って出してますけど、今日はね、お仕事っていう感じでね、はい、仕事、恋愛、総合ですね。ワンドのキング、恋愛じゃなくて仕事？なんかね、経営者っぽいですよね、キングさんなんでね。だからなんかちょっと、さっきのルノルマン、今までの常識とかね、そういったものを覆すっていうかね、今までの、こう、やってきたこと、それが通用しなくなって強制終了になって、でもそれが、いい結果に結びつくみたいなね、そんな全体的に見てそんな感じだったんですけどね、これお仕事として考えると新規ビジネスみたいなね、まあキングなんでね、自分でちょこまか動くっていうより経営者のような感じなのでね、投資したりとかですね、そんな感じですかね。なんか開拓っていう感じでもあるっぽいんでね、まあ起業したりとかですね、そんな感じのねカードですよね。まあなんかいろいろとね、困難が今まで終わりだったような感じでね見えますけど、建設的にというかね、前向きにというかね、そういう感じでね、いてほしいみたいなね、そういうメッセージなのかなって思いますね。ちょっとやり方を変える必要がねあったとしても、
基本的なことってそんなにね、変わらないと思うんですよね。状況は変わっても、一からやり直すようなことがね、場合によってはあるかもしれないですけど、きっとコツコツやっていける方なのかなと思うんですよね。だから今までやってきたこともね、決してね、無駄にはならないはずでね、ガラッと常識変わるって言ってもね、何かの形で生きてくることありますからね。リーダーのカードなんでね、もし、人をね、使う立場の方でしたらね、もうリーダーがブレてたらちょっとね、みんなが心配になるんでね、何かあっても、表面的にはどっしりと。そんな感じでいらっしゃるのがいいんですかね。キングさんはそんな感じのカードですね。で、恋愛が真ん中ですね。これワンドの5番ですね。前に別の動画でね、恋愛でワンドの5が出た時にね、複数の方からね、告白されたりとかね、そういうことをね、お話ししたことがあったんですけどね、今回の変化のテーマと、ここをね、やっぱりリンクするところがあって、恋愛ってやっぱりちょっとどっかね、急にね、思いをね、わーってぶつけて、相手が引いてしまってもと思って、様子見たりもするじゃないですか。駆け引きをする人もいるしね。そうじゃなくて、これワンドはね、ワンドの語はね、本音をね、ぶつけるっていうかね、本音で語り合う、そういう感じなんですよね。まあ、ライバルがいらっしゃる場合でしたら、勝ち取るみたいなね、意味もありますから。あと、まあ逆にその、ご自身がね、モテモテとかね、プチモテ期みたいなね、そんな感じで、まあ、どっちにしろ、競う相手がいる感じのカードですよね。そんな中で、勝敗が決まっていくと。あんまりね、こう、だからごちゃごちゃいろいろね、余計なことするより本音でっていう感じの方がね、逆にね、いいのかなっていう、そういうカードだと思いますね。ノルマンの方でもやっぱりね、今までこれがいいと思ってたことが通用しなくなるとかね、そんな感じに出てたのでね。まあ、いろいろやってきたけど、ダメだったわと思ったら、その案は廃止して別のことをやってみる。そういう感じのね、流れだったんでね、もし今までね、あんまりね、本音で語れなかったっていうね、方でしたら、なるべく素直なお気持ちを語れるようにね、ちょっとしたことからね、始めてみるとかね、結構難しく感じる場合だったら、本当にね、趣味の話とかね、そういうことからでも入りやすいかもしれないですね。そうですね。恋愛は、やっぱり意思の疎通、そこがポイントになってくるみたいですね。結構ね、自己主張しろよ、みたいなね、背中を押してるカードなんですよね、ワンドの5ってね。ただなんかこうね、あんまり恋愛となるとね、あんまりゴリゴリ来られてもっていう場合もありますんでね、その辺はちょっと様子を見ながらですかね。聞かれたら素直な気持ちを言う？そんな感じがいいかもしれないですね。あまり自分がっていうのもちょっと鬱陶しいんでね。そんな感じがいいかもしれないですね。なるべくあんまりね、こう答えたら相手がどう思うかなとかね、そういうことよりも、興味を持ってもらったら素直に自分のことを言ってみると。そんな感じがいいですかね。そういうことなんだと思うんですよね。もし、ご結婚されてる方でしたらね、やっぱりね、話し合うと。さっきも、ちょっとね、ルノルマンで出てたような気がするんですけどね。やっぱりご家族で、話し合いをね、する。自由なね、意見をぶつけ合う、語り合う、そういう時間をね、作るととてもいいのかなと思いますね。で、総合的には大アルカナの星ですね。星は希望、ルノルマンとね、そんなに差がないですけどね。これは対人とするとですね、人との交流でね、なんかちょっといいことがあるのかな。さっきもルノルマンで、
出てたと思うんですけどね、新しく仕入れた情報、知識、そういうことかなと思うんですけれども、人との交流の中で得られるものっていうのもね、大きいと思うんでね、自分じゃそんなこと思いもよらなかったみたいなね、そういうお話聞けるかもしれないんでね、もしね、このご時世ですのでね、直接会うのが難しかったらね、オンライン上でのやり取りとかね、そういうこともね、含めて、なるべく他人と関わっていく、そういうのはいいかもしれないですね。で、他のお仕事とか恋愛にもね、なぞっていくと、お仕事の場合は、目標とかのね、意味もあるんでね、目標を定めてそこに向かっていくみたいな、そんな感じなんでね、普通のことしか言われてないですかね。恋愛だとね、希望、希望とか理想的、憧れ、そういう感じなんでね、ルノルマンと本当に変わんないんでね、そういうところをこのゴリゴリなワンドのごと合わせていくと、素直な気持ちを語ることで進展していくようなね、そんな感じなんですかね。お互いずっと気を使い合って窮屈な感じよりもね、素でいられるって理想的ですよね。なんかね、これといってね、ネガな感じもなければ、ちょっと山とかね、鎌とかありましたけど、それもね、いい方向にね、いくらでも変えられるようなね、そんな感じですね、全体の印象としてはね。今はね、この情報収集とか、お勉強するとか、交流の中からね、いろいろと変わっていくこと、そういうことがね、中心なんだと思いますね。いろいろ新しいことを始めるぞっていうよりは、まずはその基盤作りみたいな感じなんですかね。はい。だから、できることからちょっとずつっていうのはね、今このご時世なんでね、あんまり大きな移動とかもできないんでね、近場で何か見落としがないかね、ちょっと見てみるっていうね、それでも、だいぶ世界がね、広がる場合もね、もしかしたらあるかもしれないんでね。では、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。3番をお選びいただいた皆様のリーディングになります。3番の方のリーディングですね。現状を見ていきますね。3番、船出てますけれども、そういえばね、1番さんの時には騎士が出て、2番さんの時にね、2番のクローバーが出てたんですよね。1、2、3、選択肢と一緒のカードがね、出てるのが面白いなと思いました。では全体をね、サクッとね、まず見ていきたいんですけれども、成功とかの太陽ですね。で、鎌なんですけど、ポジカードに囲まれてるんで、収穫ですね。実りがあって、収穫を得て、願望成就みたいな感じですかね。お仕事とかのと、長く続いてきたこと、伝統みたいな形でね、表すこともありますね。それが何か変化が起きて、移動かもしれないですね。新たな知識とかですかね。何かのヒントをもらって、それが、一旦、終わって知識を学びきってかな。次へ行くみたいなチャレンジとかね。縦に見ていくと、成功、ビジネスの成功、鍵になること、セキュリティかな。収穫を得て、一旦今までのことが何か収穫を得て、次の目標、新たな知識、知恵、そして次のステージへ、そんな感じでね、見て取ることができますね。なんかちょっとビジネスっぽい感じに見えますけど、恋愛でね、ちょっとね、見たいんですよね。幸せいっぱいみたいなね、理想的な感じ、これもそうですよね。理想、憧れで鎌ですよね。もしかしたら複数の候補がいる中で一人にお決めになるのかな。
そのことが変化の一つなのかなって思いますね。もうね、なんかこれだけ見ると幸せで幸せでたまらないみたいなね、そういう感じに見えるんですよね。そうですね。なんかね、理想的な関係なのか、お相手が理想的なのかね、ちょっとわからないんですけれども、なんかそういう人、そういう関係に絞り込むみたいなね、そんな感じですかね。で、そう、とうと本、ちょっとお堅い感じのお相手と見ると、人なのか、もしくは、そういう関係、職場とかの関係かな。学ぶことが多い相手なのかな。知識がお二人をつないでるところもあるのかな。なんかね、これが出てるってことはね、この複数の方で迷われてたっていうのは、もしかしたら今まで過去のお付き合いがあった中で別の人ともちょっとね、いい感じの、まあ実際に関係がね、あったかどうかは別として、別の人ともね、いいような感じでなってたのかな。結局その過去のお相手とは終わって、見切りをつけて次に行く、そんな感じだったのかな。それで、なんかね、やっぱり気持ちがあったというよりは、この人どうなのかなみたいな感じで見限ったっていう風にね、ちょっとね、冷たい感じにも取れるかもしれないですけどね。だからこその前向きな感じがするんですよね。なんかね、こう時間を無駄にしてられないぞっていう感じで、ズルズルした関係を終わらせて次へ行くみたいなね、なんかね、とっても前向きで、決断力もあって、行動力もあって、素晴らしいですよね。だからこそのこの辺ですかね。なんていうかね、一緒にいて楽しいとか、そういうことだったらね、刺激的な相手とかだったらね、まあチャラ男さんとかでもいいと思うんですよ。そうじゃない相手を選んだ感じがしますよね。学びが多い相手なのかな。そんな感じにも見えますね。あんまりね、時間を無駄にしたくない、そういう思いがあるのかなって考えると、その過去の相手、本当にね、長いことずるずる言ったけど何だったんだろうっていう思いがあったのかなと思うんですよね。もし違ったら申し訳ないんですけどね。なんかそういう思いもあって、吹っ切れる、逆に吹っ切れたみたいなね、そんな感じに見えますね。そして新天地へみたいなね。だからあなたにとっての、結構スピ界で言われてたやつなのかな、手放しっていうんですかね、手放すじゃなくて手放しみたいな、そういうことなんですかね。見切りをつけて、不要なものは捨てていく、冷たい言い方かもしれないですけど、自分にとってマイナスな相手だった場合なんかはね、ちょっとダメンズに惹かれる人って、なかなかそこズルズル言ったりするけどね、旗から見るとね、そんな人別れればいいのにっていう人でもズルズルね、言ってることあるんでね。だからね、情っていうのはそれだけね、めんどくさいことがあるんですよね。合理的な判断ができなくなるとかね。でもあなたはね、そうじゃなかった、きちんとね、ご自身で答えを出して行動もしたと、そんな感じに見えますね。だからそう、お仕事に関してもそれ言えそうですよね。なんかとっても成功を約束されたようなビジネスっていう感じですかね。でもね、なんかやっぱりこのご時世なので、一旦それがね、ちょっと終了しなきゃいけないようなところもあったのかな。形を変えていく必要性、そのためのヒントっていうのがね、そうだな、そのためのヒントとして何か新しい知識を得る、お勉強なさったのかな。かなりの猛勉強をして、高い目標を掲げて、で新しい
道を打開策みたいなね、そういうのを見つけるみたいなね、学びと収穫と両方ある感じの変化ですね。恋愛に関しては、手放して得るみたいな感じと、まあ選択肢の中からだから、あなた表になってて、ね、こんなのにいつまでも引っかかってないで、もっといい人いるのにっていうね、そういう感じだったのかもしれないですね。で、恋愛で得る変化、お仕事で、学びのね変化、収穫と学び、そんな感じですかね。もうそれだけでね十分って感じがしますけど、その先もねちゃんとねありそうですね。あとそうだな、周囲の方からするとあなたはすごくやっぱり憧れるようなね存在なのかもしれないですね。だからこそのなんて言うんだろう、あんまりねこう人から頼られたりとかはあるけど、自分が甘える相手がいるのかなっていう、そこはちょっと心配になっちゃいますけどね。でも特になんかくじけてるカードはないんでね、大丈夫なのかな。本当にね力強さと明るさと希望に満ちてて、ここだけですかね。これでもここはいい方に転じますからね、心配な要素は特に見当たらないですね。直接的にね指輪とかハートとか出てないですけど、太陽がねやっぱりそういう、結婚に結びつくようなね恋愛のようなね感じを示してますね。お仕事にしてもそうですね、もう成功っていう感じが出てるんでね。で一旦その成功しても学びを続ける、そしてさらなる発展みたいなね感じもしますし、情報をね得るとかね、何か成功の秘訣みたいなものをね知るとかね、そんな感じにも見えますね。なんか前向きですね。この恋愛についての過去の話、もう過去はもうどうでもいいか、恋愛のねこれからのこのお相手のこととね、お仕事のさらなる発展とですね、人間関係も特に問題なさそうに見えるんですけども、総合として1枚ね恋愛お仕事総合っていう感じでタロットを引いてみます。なんか最近リーディングしてて、恋愛のところにこのカップの4がよく出るんですけどね、これ倦怠感のカードなんですよね。なんか膠着した関係、倦怠感っていうかね、倦怠期っていうかね、まあそういうところに、これでいいのかみたいなね悩みを抱えながら行動に移せずにいるみたいなカードなんですけど、さっきのルノルマンからするともうその段階ではなかったですよね。なのでねこの総合として引いた、ジャッジメント審判ですね、これ恋愛に当てはめるとこの人と思える相手みたいな、そういうこうひらめきとか啓示みたいな、そんなのが降りてきたみたいなね、そういう感じなんですよね。これなんかちょっと孫悟空がこう太陽に向けて、ここなんだろうな、蓮の花かな、神様と対話するところですかね。何かの啓示を受けてるみたいだね、まさにそんな岩から生まれたところですかね、そんな感じですけど、まさにそんな感じでこの人っていう人にね巡り合ったみたいなね。その反面こう復活もね意味するんで、一旦終わったけど再燃みたいなね、だから昔すごく好きだった人と、なんで別れちゃったんだろうっていう人と復縁するっていうね可能性も少し残してるんですよね。このね倦怠感のねこのお相手かどうかはわからないですけど、少なくともこれより前の人のもしね復活の場合だったらその可能性もありますよね。もう一度ねなんか、その良かった時代をね思い起こしてそこにずるずる行くんじゃなくて、またあの頃みたいなフレッシュな気持ちでってなった時に、そこはね今、
その頃が良かったから一緒にいるんじゃなくて、もう今そういうね時を過ごせてないんだと思ったら、そこに見切りをつけていくみたいなね、そんな感じにも取れますかね。これね、恋愛に限らず全般の人間関係としてもね言えると思うんですけど、そういうね関係をねちょっと整理をつけるっていうかね、まあ整理する、決着をつけるじゃないですけど、修復もね含めて、復活さすか切り捨てるかっていうところもね、その 見極めるみたいなね、そういうところもあるかもしれないですね。あとお仕事、マジシャンですね。うん、なんかね新しいアイデアとか企画とかね、そういうことかな、そういうのをね活かせるようなね、そんな感じなのかな。なんかさっきのルノルマンでね、全体見ててね、あなたがすごくコミュニケーション能力が高いんじゃないかなと思ったんですけど、マジシャンってこのマジックする人ってやっぱりそうですよね。頭が良くて、まあ手先も器用で、会話で引きつけてる間に手でごちゃごちゃっとやったりとかね、そういう人のね、心理をうまくついたりしますけどね。で、何か誘導したりもね、上手ですよね。だからそういう、まあマジック、にね、なさるかなさらないかは別として、マジックみたいなそういう技術をね、自然とね実社会で応用されてるのかなっていう、そういう気もしますね。それが、お仕事に生きてるのかなと。この今このタイミングっていうところもきっとね逃さず掴み取る、うん、そういう感じの方なのかなって気がしますね。お仕事全体的に見てもね、なんかあまり悪いことなかったんでね、何か変化が訪れる時、収穫にしろ、何か強制終了にしろね、鎌と棺が出てたんでね。でもねその後ちゃんと次の目標にね向かって、まあスキルアップなりお勉強なり情報収集なりして、また次の発展へねつなげていく、そういう力がね終わりなんだと思いますね。だから全然お仕事に関しては、うん、心配らなそうなんですけど、恋愛ですね、ちょっとその過去の方っていうかね、そっちの方まだねお気持ちの整理がついてないんだったら、ちょっとね、うん、やっぱりねそう簡単にね人の気持ちってね切り替えられるもんじゃないのかなっていう気もしますしね。そこはねちょっと多少ね、時間はかかってもね何かいい方向にね行っていただけるように、ルノルマンの方ではもう吹っ切れてる感じがしたんでね、うん、だからまあこっちの可能性があるんでね、うん、ここが終わってこれより前の方と復縁か新しい出会いかっていうとこですね。うん、なんかね前向きな感じのねカードがたくさん出てたんでね、ぜひね、これから先ねお仕事も恋愛も、チャンスをつかんで成功にね結びつけていただきたいなと、そのように思いますね。はい、では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。